はい、こんにちは、ジャンゴです。今回マジバトの動画なんですけど、エイプリルフールってことでね、美しい的か鈴木一色になってますね。でね、ちょっとイベントこなしたりすると、チケットがもらえると、内容的にはね。で、美しい的か鈴木ガチャってことで、なんだ、今回のイベント用の星さんのサポートキャラの鈴木が 99% で、普通にて、ね、メインにいた星5の鈴木が 1% で出るガチャっていうのを引けるということでね、これね、美しい的か鈴木をね、まだゲットできてない俺にとってはね、すごいいいエイプリルフール企画だなと思いまして、まあ、イベントとかはね、普通にやっちゃったんで、早速ガチャの方をね、40連回していこうかなと。これでね、うまいこと 1% を引き当てられれば、まあ、鈴木を、メインの鈴木をね、ゲットできるってことで、サクッと引いていこうと思います。では、最初の10連。どうだ？ダメかな？はい。まあ、どっちにしろサポート用の鈴木のね、初ゲットということで。じゃあこのままもう一回行きましょう。場所は良くなったな。ほ、ああ、ダメだ。はい。全部サポート。すげえ絵だな。はい、じゃあ折り返し後半。あー、ダメだ、森に戻っちゃった。これはダメだね。まあ 1% だからね、普通のガチャよりも。じゃあラストいきましょう。あー、森だ。これは望み薄。ああ、ダメだね。はい。ってことで、まあ、ちょっと、エイプリルフール企画ね、せっかく鈴木チャンスだったんですけど、星5の方は、ゲットならずということで、まあね、でもサポートの鈴木はね、手に入ったので、これどこまで覚醒できるんだろう。 DCBASSS。 あ、最後まで行くんだね、全然余裕で。で、まあ限界突破もちゃいますか。まあスキルのレベルは後で上げるとして、ステータス的には5000台結構強いじゃん、サポート。はい、というわけで、今回はちょっとね、星5の鈴木チャンスもありつつ、まあ、うまくゲットできずに、まあ、サポートのね、美しい馬とか鈴木さんが出ましたということで、まあ、マジバトのエイプリルフール企画は、なかなか良いものが来たんじゃないかなと。まあ、星5のね、引けるのが一番だったんですけどね。まあ、それはそれとして、今回の動画は、これで終わりにしようかなと思います。はい、特に何もないね、あとは。では、ありがとうございました。はい。